ヘイザル・ヘルグソン、ヘイザル・ヘルグソン、ハイトハー・ヘルゲセン、1977年8月22日イ、は、アイスランドダールビーク出身の元同国代表選手サッカー選手である。現役時代のポジションはフォワード。ヘルグソンは母国のトデキャリアを始めた。ポーランドのとノルウェーのリールストレーム SK に、それぞれ1シーズン過ごした後、1999年に、 イングランドのワトフォード FC150 万ポンドの遺跡金で加入した。ワトフォードに加入した際にヘルグソンの名前を英国メディアはイングランドで一般名として知られているハイダヘイターと英語化して伝えた。ワトフォードへ移籍した最初のシーズンでクラブは降格してしまったがヘルグソン本人はゴールを量産した。2005年に フラム FC へ移籍するまで1999から2000万2002から03、2004から05シーズンはチーム内得点王だった。ヘルグソンは2009年にフットボールリーグチャンピオンシップのクイーンズパークレンジャーズ FC に移籍する前に2005年から2007年の間とボルトンワンダラーズ FC で2009年までプレミアリーグでプレーした。からシーズンに ワトフォードへのローン遺跡から翌年に復帰すると、2010から11シーズンから QPR でレギュラーとしてプレー。リーグ優勝を果たし、1995から96シーズン以来となるプレミアリーグ昇格へ貢献した。最昇格1年目の2011から12シーズンは、最終節でなんとか残留にこぎつけ、ヘルグソン本人はチーム内得点王になった。その後、 カーディフシティ FC へ加入した。ヘルグソンは U-19、U-21 トップレジ、得点を決め、1999年に A 代表デビューを果たした。2011年に代表引退するまでの間に55試合12得点を記録した。ヘイザル・ヘルグソンは、1977年8月22日にアイスランド北部の町ダールビークで生まれた。 1985年8歳の時に地元のでサッカーを始めた。ここの下部組織 U-10,U-12,U-15 等で8年過ごし、まだ13歳ながらリザーブチームでデビューした。1993年15歳になるとトップチームで試合に出場するようになり、翌1994年16歳の時には11試合に 出場5得点を記録した。では、3シーズンで54試合31記録する、ヘルグソンに入荷するユナイテッド FC やセントミレン、FC1、FC カイザースラウテルンなど、欧州一部リーグのクラブが関心を集めたにも、かかわらず、クラブは1997年に、ポーランドニブノとあまり知られていないクラブへ打った。ヘルグソンは、 最初の12試合で4得点を記録するが、クラブは1997から98シーズンの終わりにエクストラクラサ昇格失敗したため、ノルウェー一部のリールストレーム SK へ打った。ヘルグソンはポーランドで短期間過ごした後に、1998年秋、リールストレームへ到着した。不思議なことに、ヘルグソンは背番号1を着用して10月に遺跡後デビューをした。 次のシーズンになると16ゴールを挙げ活躍し、ノルウェーサッカー界にとって大変なサプライズを提供した、デビューシーズンは2得点しか決められなかったこともあった。この活躍からザ・ヘルゲセンセンズというファンクラブができるほど人気選手になった。1999から2000シーズン途中に監督率いるワトフォード FC へクラブレコードとなる遺跡金150万ポンドで、 加入した。FW 陣の戦力アップに連れて来られたヘルグソンは、ホームでリバプール FC 相手にゴールを決めるなど、好プレーを見せ順調なデビューを果たした。途中の加入ながら5得点以上を上げ奮闘したが、チームはプレミアリーグに残留することはできなかった。1年で2部へと戻ってきたチームは、最初の15試合で無敗と躍進し、 ヘルグソンもそのメンバーの一人として貢献していた。しかし、後半戦になると調子を崩していくと、それに伴いなかなかゴールを決められないヘルグソンへの信頼も下がっていった。シーズンの終わりに、テイラー監督が退任すると、新たに就任したジャンルカビアリ監督は、ヘルグソンをウィングバックのポジションにチェンジした。2002から03シーズンに監督がになると、 ヘルグソンの状態は改善していった。怪我の影響で9月までスタートを切れなかったが、FA カップ準決勝でのゴールを含め、チームトップとなる13ゴールを挙げ、2003から04シーズンは、再び怪我に見舞われ前半戦のほとんどの欠場を余儀なくされたが、復帰すると、FA カップのチェルシー FC 戦などで好調なパフォーマンスを見せた。2004から05シーズンは、 ヘルグソンがワトフォードへ移籍して最高のシーズンとなった。あまり怪我することもなく20ゴールを記録するとシーズンの終わりにはゴールオブザシーズン、ディスプレイオブザシーズン、チームのプレイヤーオブザシーズン等様々な賞を受賞した。この活躍からプレミアリーグのクラブから関心を持たれた。チームはお金を必要としていたためフラム FC からのオファーを受け入れた。 2005年6月27日にフラムと契約したが、シーズンの序盤は主にベンチで過ごした。リーグカップのリンカーンシティ FC 戦で、移籍後初ゴールを決め後から4の勝利に貢献した。ヘルグソンとブライアン・マクブライドの前線のコンビは、プレミアリーグの様々な守備陣を混乱に陥れた。ヘルグソンは、チェルシー FC 戦、PK、アストンビラ FC 戦、PK、 ウエストハムユナイテッド FC 戦、左足で、先制点。マンチェスターユナイテッド FC 戦、ヘディングで、先制点。6から1で勝利したウエストブロムビッチアルビオン、FC 戦、2得点。ボルトンワンダラーズ FC 戦、FK からヘディングで得点。ミドルズブラ FC 戦、PK と様々な試合で得点した。2006から07シーズン開幕時には、 背番号を10から9に変更された。フラムがデイビッド・ヒーリーとディオマン氏カマラを獲得したことにより選択肢の一人としての立場を余儀なくされたヘルグソンは2007年7月20日に監督が率いるボルトン・ワンダラー FC へ移籍金非公開3年契約で加入した。2007年8月11日のニューカッスル・ユナイテッド FC 戦で 負傷したケビン・デイビスと交代で移籍後初出場を果たした。4日後のフルス・フラム FC 戦で初ゴールを挙げるもチームは1から2で敗北した。2008年1月にニコラ・アネルカがチェルシー FC へ移籍したことによる攻撃力低下が懸念されたチームに同月の終わりに怪我から復帰したヘルグソンは歓迎された。復帰後、第一戦はフルス クラム戦に残り8分のところで出場、結果は0から0のスコアレスドローだった。4日後のレディング FC 戦で復帰後初ゴールを決め、2から0で勝利した。ボルトンはヘルグソンをプレシーズンのトレーニングに参加させるため、2008年5月にベルギーで手術を受けさせた。ヘルグソンが11月20日にクイーンズパークレンジャーズ、 f c へ2 0 0 9年1月までの短期レンタルが発表された。しかし、金曜日になるまで加入することができなかった。ウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦で移籍後初出場を果たすもゴールは決めることができず、2試合目のシェフィールドウェンズで FC 戦でもノーゴールに終わった。プリマス・アーガイル FC 戦で初ゴールを決めると、プレストン・ノース・エンド FC 戦で2ゴール。 ブラックプール FC 戦で再び2ゴールを挙げ、最初の10試合で5ゴールを記録した。この活躍から1月2日に遺跡金非公開で、QPR へ完全遺跡を果たした。2009から10シーズンのほとんどを、レンタル先のワトフォード FC で過ごし、シーズン終了に伴い QPR へ戻った。復帰した2010から11シーズンのヘルグソンは、レギュラーの座を勝ち取り、 ロンドンのライバルであるクリスタルパレス FC をホームのロフタスロードで決勝ゴールを決めたのを含め13ゴールを記録。またチームは同シーズンを優勝した。プレミアリーグへ昇格した2010から11シーズン、ヘルグソンは監督の下でレギュラーとしてプレーし、最大のライバルであるチェルシー FC 戦でダビド・ルイスに倒され PK を獲得。自ら PK を決めると、これが 決勝ゴールとなり1から0で勝利。このウエストロンドンダービーの勝利は、プレミアリーグ創設後に初勝利した1996年から15年以上も、経過していた。その後、アウェーのストークシティ FC 戦では、見事なヘディングゴールと押し込んで決めたゴールで2得点を、決め3から2と勝利した。二千十一年十二月三日に、一から一と引き分けた、ウストブロムウィッチアルビオン FC 戦で、 ヘディングゴールを決めると、QPR のクラブ記録となるホームでの最多得点記録に並んだ。素形部の負傷により、後半戦のほとんどを欠場しなければならなかったものの、前大会で記録した9ゴールは、チーム内トップだった。シーズン最終戦で、マンチェスターシティ FC 相手に2から3と敗北した。過労死で降格を回避した。2009年9月15日に、 QPR から3ヶ月のレンタルで2000年から2005年の間にプレーしたワトフォード FC へ加入した。復帰第一戦のレスターシティ FC 戦ではチームメイトが負傷したため後半から途中出場をすると2ゴール1アシストとすぐさまインパクトを残した。レンタル期間中の4試合目、デノス・カンソープ・ユナイテッド FC 戦で移籍後通算4ゴール、5ゴール目を記録した。 12月28日にレンタル期間が終了したが、クラブは何とか移留させるのではないかと憶測を呼んだ。1月11日に両クラブはレンタル期間をシーズンの終了まで延長した子を発表した。2012年8月2日に遺跡金非公開契約期間1年、背番号22でカーディフシティ FC へ加入した。ヘルグソンはプレシーズンマッチの AFC、 ボーンマス戦で移籍後初ゴールを決めると8月14日のリーグカップのノーサンプトンタウン FC で2ゴール目を決めた8月25日のでリーグ戦初ゴールを決めるも2から4で敗北した12から13シーズンが終了し契約が切れるとそのままチームを離れたヘルグソンは1999年4月に行われた マルタ代表との親善試合でと交代で代表デビューをした。2011年10月までに55試合に出場12ゴールを記録した。デッサンゴールし得点王となった。2006年8月にスペイン代表との親善試合でプレーした後長期間代表に招集されなかったため2007年6月にヘルグソンは代表引退を発表した。 2008年8月28日に代表へ復帰することを発表すると数日後に行われるノルウェー代表とスコットランド代表に向けたメンバーに選ばれた。すると 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選でノルウェー相手にゴールを決め2から2で引き分けた。2010年10月12日の UEFA エウロ2012予選でポルトガル代表相手にゴールを決めた。 3 4 5 1 7八7 4 8 9 2 0 3 8 3 1 2 1楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。